お待たせいたしました。明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ、このゲームの模様をお送りいたします。スワローズの先発は右の原樹里、対するジャイアンツの先発は左のメルセデス。この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなく試合開始となります。右の原樹里、マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、トップバッターは松原。第4球を投げた、打った、破った、松原ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第3球は内角低め、見逃し三振。第3球を投げた、引っ張った、頭上を越えた、クリーンヒット、ボールは中継、松原三塁でストップ。丸、いいバッティングを見せました。スワローズ先制のピンチを迎えます。第4球を投げた、見逃しの三振。さあ、ピンチで迎えるバッターはウィーラー。ひときわ大きな声援が聞こえます。さあ、時は5球目、打ちました、1、2塁間の当たり、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。二者残塁。スワローズ大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。二回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは中島。第6球は外れました、フォアボールです。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。第3球を投げた、打ちました、ピッチャーライナー真正面、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。吉川直樹、背番号29。第4球を投げました、打った、取りました、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。背番号42。第2球投げました、打ちました、掴んで、これでスリーアウトになります。一塁ランナー中島残塁に終わりました。2回の表が終わって0対0です。スワローズ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で渡辺、第1球投げました、打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、レフト見送った、ホームラン、スリーランホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。ジャイアンツこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは松原、投げました、フォークボール、見逃し三振。右バッターボックスには坂本、これが2度目のバッターボックス、投げました、打ちました、山田掴んだ、一塁送球、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番丸。第1球投げた、初球を打ちました、村上ボールを掴んだ、サードから一塁送球、一塁アウト、これはアウトです、スリーアウトチェンジ。原樹里この回ピシャッと3人で抑えています。3回の表が終わって4対0です。スワローズリードで迎える3回です。先ほどスリーランホームランを放っている渡辺、ボール。第2球投げた、打ったに当たりだ、センター前ヒット、クリーンヒットです。渡辺ナイスバッティングです。右バッターボックスは西浦、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球ランナー走った、打ちました、ヒットエンドラン、右中間へ持っていきましたが、あっとこぼした、ライトのエラーが記録されます。ヒットエンドラン鮮やか。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは岡本、第4球を投げた、打ちました、抜けた、
岡本、いいバッティングを見せました。右のバッターボックスは5番ウィーラー。最初のバッターシュート、見送ってフォアボール。バッターは6番中島。第一打席はフォアボール。投げた、打ちました、一二塁間。オスナ取った、原樹里取ってアウト。スワローズなおもピンチが続きます。第9投げた、初球打った、取った、これで2アウト、ランナーは二塁三塁変わりません。さあ次の投球、打った、これは内野ゴロ。西浦ボールを取る、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。二者残塁。4回の表が終わって6対0です。ジャイアンツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー田中。第3球はスライダー、空振り三振。原樹里ナイスピッチング。打順は1番に帰って松原。投げました、フォークボール見逃し三振。原樹里ナイスピッチング。右バッターボックスには坂本、今日は三振とセカンドゴロ。打った、これはいい当たりだ、打球はそのまま伸びていく、入った入った入った、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。初球を持っていかれました。チームメイトが迎えます。左バッターボックスは丸。第9投げました、あっと引っ掛けた、セカンド前方のフライになりました。山田余裕があります、取って、これで3アウトチェンジ。5回の表が終わって6対1、原樹里とうとう打たれてしまいました。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッターは岡本。第3球を投げました、高速シュート、空振り三振。原樹里3球で仕留めてみせました。投げました、ストライク、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターは6番中島、今日はフォアボールとファーストゴロ。投げました、打った、山田掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。原樹里この回きっちりと3人で抑えています。6回の表が終わって6対1です。6回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは渡辺、今日3打点を挙げています。第2球投げた、スプリットはボール。第3球を投げた、ストライク、胸元厳しい球、バッター追い込まれました。投げた、打った、強い当たり、伸びた、伸びていった、ホームランだ、ホームラン、ソロホームラン、渡辺今日これが2本目のホームラン、ストレートを狙い打ち、素晴らしい一発をベンチも祝福。ゲームはこれから終盤に入ります。この回の先頭バッターは大城、今日はピッチャーライナーとショートフライ。投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、大城ナイスバッティングです。バッターは8番吉川、今日はショートフライとショートゴロ。打ちました、ピッチャー返し、抜けた、ボールは中継、吉川いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第9投げた、初球から打ってった、センター方向に持っていきましたが、センター交代、ヒット、ボールは中継、ジャイアンツ1点返しました。中田タイムリー、スワローズなおもピンチが続きます。第3球は145キロ直球、空振り三振、原樹里見事なピッチングです。原樹里降板、ここでマウンドに上がったのは石山、今日2人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。打った、痛烈な当たり、セカンド左、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。さあ4、スワローズリードで迎える7回です。今日2本のホームランを放っている渡辺、流し打ち、どうだ、一塁線切れました、ファール。第2球、ボール。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、抜けた、渡辺ナイスバッティングです。バッターは8番西浦。第9球、初球空振り、タイミング合いません。投球これから2球目、これはストライク、キャッチャー2塁、これは楽々セーフ、盗塁成功です。
ボール。第4球を投げました。外角高めいっぱい、見逃し三振。ピッチャー石山、背番号12。第9球、真ん中に決まった、ストライク。1球目ストライクから、2球目ストライク、早くも追い込まれています。第3球を投げました。148キロ直球、空振り三振。石山、遠洋にやられてしまいました。7回までが終了しまして、9対2、スワローズリードを7点としています。ジャイアンツ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番、丸。今日はここまで3打数1安打。投げました、打ちました。西浦取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番、岡本。今日はここまで3打数1安打2三振。投げました、打ちました。右中間へのフライ、ライト前進、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番、ウィーラー。これが4度目のバッターボックス。打ちました、ショートバウンド取った。西浦、軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。石山、見事ジャイアンツ打線を抑え切りました。8回の表が終わって9対2です。いよいよ最終回を迎えました。この回のトップバッターは中島。投げた、打った。西浦、ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番、大城。今日はここまで3打数1安打。投げた、打ったいい当たりだ。西浦、取った、一塁送球、アウト。大城、いい当たりでしたがショート正面でした。あと1人。バッターは8番、吉川。スワローズ、ここは何としても抑えたい場面。投げた、打った、痛烈な当たり、あっと抜けた。吉川、いいバッティングを見せました。バッターは代打、亀井に代わりまして、亀井背番号。次は5球目、投げた、148キロ直球、空振り三振。スワローズ快勝しました。ご覧のように本日の試合はスワローズの勝ちでございました。勝利投手原樹里、敗戦投手メルセデスでございます。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただき